ブロンソン・アローよ、ブロンソン・アンソニー・アローよ、ブロンソン・アンソニー・アーイ、1977年2月24日タイ、は、アメリカ合衆国フロリダ州キーウェスト出身の元プロ、野球選手、投手。右投げ右打ち。1977年2月24日、キューバ人の父とアメリカ人の母の間に生まれる。父が、チャールズ・ブロンソンのようなタフガイになってほしいと願った。 ことから、ブロンソンと名付けられた、という。その後野球を始め、高校時代まで遊撃手や投手として活躍する。子供の頃のヒーローは、同じ遊撃手のジー・スミスだった。の、MLB ドラフト3巡目、全体69位で、ピッツバーグパイレーツから投手として、指名を受け、プロ入り、投手専門になる。6月12日のアトランタブレーブス戦で、 先発としてメジャーデビューし5回5失点で勝敗はつかなかった。0勝3敗で迎えた6試合目の登板で初勝利を挙げた。その後、主に先発や中継ぎとして2年間で44試合に登板する。しかし3年目は9試合のみの登板にとどまった。2月にウェーバー工事を経てボストンレッドソックスへ移籍した。トリプル A 級。 ポータケットレッドソックスでプレーしていた2003年8月10日、トリプル A 級のインターナショナルリーグにおいて、2000年の大谷智和以来、史上4人目となる完全試合、9イニングを達成し、この年、インターナショナルリーグ最優秀投手に選出された。2メジャーで先発ローテーションに定着し、自身初の2桁勝利、10勝を挙げた。7月24日に投球を、 アレックス・ロドリゲスに当てて乱闘騒ぎになるなど、この年は両リーグ最多の20個の支球を与えてしまった。この因縁もあって、10月19日のリーグチャンピオンシップシリーズ第6戦、ロドリゲスが打った投手頃であるオヨがロドリゲスにタッチようとすると、ロドリゲスはそのグラブを手で払いのけ、ボールが点々とする間に三塁ランナーのデレクジーターがホームインしたように思えたが、 直後に守備妨害が宣告され、ロドリゲスはアウトになった。第3戦では、アローヨから場外ホームランを打っていたロドリゲスがイライラして、起こしたプレーだと思われる。その後のレッドソックスにとって86年ぶりとなる、ワールドシリーズ優勝にも貢献した。2は自己最高となる14勝を挙げた。1月には代理人から安すぎると反対されるも3年、総額1125万ドルで、 契約延長した。2006年3月20日に、ウィリー・モー・ペーニャとのトレードで、新シなきレッツへ移籍した。移籍1年目は、アーロン・ハラングと共に、レッツ先発投手陣の柱となった。開幕から5連勝を記録し、苦手と抗言している打撃では、開幕から2試合連続で、本塁打を放った。前半戦は9勝6敗で、防御率は、リーグ5位の3.12を記録し、 オールスターゲームに初めて選出された。元チームメイトのペドロ・マルティネスからは彼が前半戦のサイヤング賞と評価された。35先発、240.2投球回はリーグ最多、防御率3.29ホイップ1.188はチーム1位、14勝はチーム2位だった。9月5日のサンフランシスコジャイアンツ戦でキャリア初の完封勝利を挙げた。また、 オフには、日米野球で、MLB 選抜として来日した。球団は、アローヨとの契約が2年残っていたが、2月8日に2009年から2年、総額2500万ドル、3年目は、球団オプションで、契約延長。2007年は、22QS、チーム最多を記録する安定感があったが、34、当番中15試合で、 味方打線が2点以下に抑えられたため援護に恵まれず、9勝15敗と負け越しに終わった。は、自己最多の15勝を記録したが、防御率は前任よりも悪化し、4.77。6月24日のトロントブルージェイズ戦では、先発投手としてメジャー史上6人目となる1イニング以下で、自責点10以上を記録。自身初となるゴールドグラブ賞を受賞した。 レッツの投手が同省に選出されるのは1958年の以来52年ぶりであった。なお、ハディックスは3年連続で同省に選出されたが、レッツに在籍したのは1958年の1シーズンのみである。11月3日、球団はアローヨの契約オプションを行使し、さらに2013年までの2年3500万ドルの契約延長に合意した。 10月31日に FA となった。2月7日にアリゾナダイヤモンドバックスと総額に350万ドルの2年契約に合意したことが報道され、2月12日に球団が発表した。6月16日、右肘の故障により、キャリアで初めて故障者リストに入った。7月15日にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを終えた。 先発ローテーション定着以来10年続いていた規定投球回到達、また9年連続199イニング以上が途切れた。6月20日にフィル・ゴセリンとのトレードで、トゥーキー・トゥーさんと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。7月30日に、ブレーブス、ロサンゼルス・ドジャース、マイアミ・マーリンズ間の三角トレードで、アレックス・ウッド、ジム・ジョンソン、ルイス・アビラン、 ホセペラザと共にロサンゼルスドジャースへ移籍した。見返りとしてブレイブスは、ドジャースからエクトル・オリベラ、パコ・ロドリゲス、ザカリー・バードの3選手を獲得し、さらにマーリンズからは2016年のドラフト指名権を獲得した。故障者リストに入ったままシーズンを終え、球団が450万ドル、約5億3000万円でバイアウトしたため、11月7日に FA となった。 1>, 1月27日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2月3日にフルスレッズとマイナー契約を結んだ。4月8日にメジャー契約を結んで25人枠入りし、同日のセントルイスカージナルス戦で2014年6月以来、約3年ぶりに登板した。同年9月23日に現役引退を表明した。膝を曲げずに足を高く上げる。 独特のフォームで、時折腕の角度を変えながら投球する。平均球速時速 138km のシンカーを主体に、チェンジアップ、カーブなどの変化球を組み合わせて、打たせて取る、技巧派投手。多彩な球種を持っており、2012年までは、スプリッターとカットボールも投げていたが、以降は投げるのをやめている。また、フォーシームを投げる割合も、年々低くなっており、 現在持ち玉としている中では一番頻度が少ない。あえて打たせるピッチングをするため、どの球種も空振り率は低いが、状況に応じて三振を狙う場合はスライダーを投げることが多い。配球は巧みで、レッツのジェリーナロン監督、2005年から2007年は彼のピッチングを見るのは楽しい。彼のように打者の打ち取り方を知っている当時は最近は少なくなってきたからね。 と、アーヨの投球術を高く評価している。野球選手としてプレーする傍ら、ミュージシャンとしての顔も持つ。2005年にはアルバムを発表し、デビューミュージシャンランキング2位に入った。また、レッツ時代にチームメイトだったリッチ・オーリリアの夫人は、歌手で2006年6月に一緒にチャリティーコンサートなども行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。